に位置する事実上独立した国家。周囲をアゼルバイジャンに囲まれている。公用語はアルメニア語、通貨はドラム、首都はステパナケルトである。アゼルバイジャンソビエト社会主義共和国領であったナゴルノカラバフ自治州一帯がナゴルノカラバフ戦争とソビエト連邦の崩壊に際して独立宣言を行ったことにより成立した。しかし、その実態としては、アルメニアの保護国の要請が、色濃く、他国からの国家承認も、ほとんど受けられていない状態にある。一例として、日本外務省では、アルメニアによる、占領地域として扱われている。国名の正式名称は、アルツァフ共和国と、ナゴルノカラバフ共和国の2種類が用意されている。各言語での公式表記は、とされている。2006年12月10日に採択された初代憲法では、自称をナゴルノカラバフ共和国、別称をアルツァフ共和国としていたが、2017年2月20日に採択された現行の憲法では、自称をアルツァフ共和国、別称をナゴルノカラバフ共和国としている。これに伴い憲法名がナゴルノカラバフ共和国憲法から、アルツァフ共和国憲法へ変更されており、一般的に国名の変更が行われたと解釈されている。ナゴルノカラバフというカナ表記は、カラバフ高地を意味するロシア語名称に由来する。カラバフは、トゥルク語の黒いという語に由来し、この地が緑豊かであることを示す。アルツァフはかつて、ナゴルノカラバフを治めていたアルメニア人国家の名であり、また、解放されるという動詞の派生でもあるため、民族独立を鼓舞する狙いとしても採用されている。ナゴルノカラバフ戦争が激化しつつあり、そして、アゼルバイジャンが、ソビエト連邦から独立を宣言した1991年8月30日の3日後である。同年9月2日、アゼルバイジャンソビエト社会主義共和国領であった、ナゴルノカラバフ自治州及び、自治州の北部に隣接するシャウミヤノフスク地区が合同する形でナゴルノカラバフ共和国の独立を宣言した。ナゴルノカラバフ共和国側はこの独立宣言をソ連憲法や世界人権宣言、国連憲章などにのっとったものと主張している。これに対しアゼルバイジャン側は11月26日に自治州を廃止したが12月10日に実施された住民投票では 99.89% の賛成多数で独立宣言が受け入れられた。独立宣言後、続く戦争の中でアルメニア人側がさらに旧自治州外まで勢力を拡大したことにより、ナゴルノカラバフ共和国はアルメニアと地続きとなり、南をイランとも接するようになった。その反面、アルメニア人占領地域から追放された。アゼルバイジャン人は、アゼルバイジャン各地で、国内避難民としてキャンプ暮らしを強いられている。2020年9月に勃発したアゼルバイジャンとの戦争では劣勢となり、南部を中心に支配地域を失った。11月に結ばれた停戦協定によって、首都ステパナケルトとラチン回廊以外の多くの領土を失い、残った部分にもロシア軍が平和維持の名目で5年間駐留することとなった。しかし帰属については将来の指導者が判断するとして先送りされた。アルツァフ共和国はその憲法において自身を民主主義と法の支配に基づく主権国家と規定している。国民主権と基本的人権の尊重を謳い、政体は多元主義と多党制に基づく大統領制を採用している。2020年9月現在、大統領にはアライク・ハルチュニャンが就任している。大統領と国民議会議員の任期は共に5年間で、大統領の参戦は禁じられている。また、大統領選挙は議会総選挙と同時に行われる。議会は比例代表制による、定員27名以上33名以下で、年に2回召集される。大統領選挙、国民議会選挙、国民投票及び地方選挙への投票権は、満18歳以上の国民に対して与えられている。大統領選挙の被選挙権は、過去10年間にわたって、他国の国籍を有せず、過去10年間にわたって国内に定住する満35歳以上の国民に対して与えられ、国民議会議員の被選挙権は、過去5年間にわたって、他国の国籍を有せず、過去5年間にわたって国内に定住する満25歳以上の国民に対して与えられている。地方選挙の被選挙権は、満25歳以上の国民に対して与えられ、地方選挙では、外国人人生権も場合によって認められている。かつては、首相職が設置されており、議会の承認に基づいて大統領が指名、任命していたが、2017年の憲法改正で廃止された。それ以降は、国務大臣職が置かれ、閣僚の中でも筆頭に並べられている。公用語はアルメニア語であり、首都はステパナケルトである。アルメニア教会は、自国の文化的発展やアイデンティティにおいて、重要な存在と認識されてはいるが、政治には関与しないものとされている。一方、アルメニア語とアルメニア人の文化遺産は国によって保護される地位にある。市民権は、両親のいずれかが市民権を持つ者に対して与えられている。また、国内に居住する民族アルメニア人に対しては、市民権の請求権が認められており、彼らに対しては、市民権の請求手続きも簡素化が認められている。司法は三審制を取り、死刑制度は存在しない。ナゴルノカラバフ国防軍は、ナゴルノカラバフ戦争中の1992年4月に発足した自衛委員会を前身として、1995年に設立された。民主主義と民族の権利のための共同体加盟国、アルツァフは一番右アブハジア、南オセチア、ゾイドニエストル以外に独立を承認している国はない。どれも一部、未承認国家である。この3カ国とは、民主主義と民族の権利のための共同体を結成している。アルメニアは軍隊を駐留させているが、独立を承認していない。2020年戦争以前のアルツァフ共和国は、アルメニア、アゼルバイジャン、イランの3カ国と国境を接するが、アゼルバイジャンとイランとの国境は封鎖されているため、通常はアルメニア側国境からのみ入国が可能となっている。また、アゼルバイジャン側は、アルツァフ共和国の正当性を認めていないため、アルツァフ共和国への入国履歴がある者は、アゼルバイジャン領土に不法入国したとして、以降アゼルバイジャンへの入国を拒否される場合がある。主権国家ではないが、州、都市や政党レベルで、アルツァフ共和国の独立を認めていることがある。アメリカの州ごとの認識を表した地図2014年9月、スペインのバスク州議会は、アルツァフの独立を支持する運動の法案を可決している。2020年停戦協定後の行政区画の地図。島模様は、現在の支配範囲外だが、領土主張のある地域。1994年から2020年の領域。番号は、ジョーズと同じ。横島は、最初から、支配範囲外だが、領土主張のある地域。縦島は、旧自治州以外の占領地域であり、2020年以降にすべて失った。2020年、ナゴルノカラバフ紛争までの行政区画は、首都であるステパナケルトに加え、以下の7地区に分けられ、さらに下位には10町と322村が存在する。しかし、2020年、ナゴルノカラバフ停戦協定により、シャフミアン地区、ハドルト地区、カシャタグ地区のほとんどが、アゼルバイジャンの支配下となり、他の地区の各一部もアゼルバイジャン領となった。以下の統計は、すべて2020年1月時点のものである。アルツァフ共和国の主張する自国領は 11,430 平方キロメートルとなっている。国土は一般に急峻な山岳地帯で西部から東部に向かって低くなってゆく。国内最高峰のムロブ山は 3,723 メートルで、国土全域の平均標高は 1,097 メートルである。気候は穏やかな亜寒帯性で、年間平均気温は摂氏11度。月別最高平均気温は7から8月の摂氏21から22度であり、最低気温は1から2月の摂氏-1から0度である。通貨はアルメニアドラムを使用している。2015年上半期の国内総生産は835億ドラムであり、人口あたりで558,600ドラムとなっている。2013年の産業別労働人口は、農業が 27.1%、教育、文化、芸術分野が 17.7%、マネジメント、防衛分野が 15.6%、工業が 10.1%、通商分野が 8.1% となっている。同じく2013年の労働人口は 65,000 人で、失業人口は 2,600 人となっている。2014年の時点で、国土の 51.9% は農地として利用されており、その 63.5% が牧草地となっている。40.5% を占める森林も林業資源として利用されている。農業は中でもブドウの生産が盛んで、2500エーカーのブドウ畑から年に 3250 トンが産出されている。2013年の工業生産の内訳は、手工業が 43.2%、31.1% がインフラ事業、25.7% が工業となっており、さらに手工業の内訳では、食品、飲料品産業が 69.4% に上る。その他に、重要な工業として、木工、エレクトロニクス、宝石加工がある。また、工業生産の 48.4% が、首都のステパナケルトに集中しており、次いで、マルタケルト地区が 28.4% を製造している。サルサング貯水池の水力発電所は、国内最大の電力源であり、年に9から10億キロワットの発電を行っている。2013年末の統計で、人口は 148,100 人であり、その 95% をアルメニア人が占める。同様に、人口の 95% はアルメニア教会の信徒である。2005年の調査では、総人口 137,737 人のうちアルメニア人 137,380 人、ロシア人171人、ギリシャ人22人、ウクライナ人21人、グルジア人12人、アゼルバイジャン人6人、その他125人となっている。2013年の出生率は 1.6%、死亡率は 0.91% であり、人口成長は 0.69% のプラスである。平均寿命は、男性が 71.0 歳、女性が 76.0 歳で、両性合わせて 73.5 歳である。2013年に報告された、犯罪件数は446件であるが、そのうち80件は、薬物事犯であった。義務教育は6歳から18歳までと定められており、2005年の時点で国内には約400校の義務教育機関が存在する。大学校は9校存在し、アルツァフ大学はそのうちで唯一の国立大学である。その他にもアルメニアの私立大学からの分校がいくつか設置されている。また、国民の大多数はロシア語を流暢に話すことができる。教育機関の拡充には、アルメニア人ディアスポラの慈善化や、アメリカアルメニア福音協会、アルメニア救済協会などの援助が役立ったという。アルツァフ共和国では、以下の9日間に加え、新年とクリスマスが祝われる12月31日から1月6日に、わたっても国民の休日が設けられている。ありがとうございます。